高速道路、日本の物流を支える自動車専用道路です。そんな高速ですが、8車線の交通量が多い高速道路から2車線しかない閑散とした田舎の高速道路まで、さまざまな高速道路が網目のように日本中に建設されています。そんな高速道路ですが、あなたの住む都道府県で最も交通量が多い路線、区間って気になりませんか？ということで、全国1669区間を調べ、47都道府県別に最も交通量が多い区間をランキングしました。第47位、青森県。東北自動車道、青森ジャンクションから浪岡インターまでの間、24時間交通量は9519台です。青森ジャンクションで青森インターと青森道からの流入、浪岡インターから間接的に津軽自動車道が流入するため、この交通量となりました。つまり、青森県内には24時間交通量が1万台を超える区間は存在しないこととなります。第46位、高知自動車道、高知インターから南国インターまでの間、24時間交通量は 13,572 台です。高知市近郊区間です。高知インターで高知道に高知南部道が合流し、この交通量となりました。第45位、秋田県。東北中央自動車道、横手ジャンクションから横手インターまでの間、24時間交通量は 14,553 台です。事実上一体化して運用されていますが、東北中央道と秋田道からの流入でこの交通量となりました。おもちり的に秋田市近郊でなかったのは意外でした。第44位、宮崎県。九州自動車道、海老野インターから海老野ジャンクションまでの間、24時間交通量は 14,830 台です。海老野ジャンクションで九州道、鹿児島方面と宮崎道、都城方面が合流し、この交通量となりました。実は九州道は宮崎県海老野市の先っぽにかすっているのは知られていないと思います。第43位、山形県。山形自動車道、笹谷インターから関沢インターまでの間、24時間交通量は 19,670 台です。山形県と宮崎県にまたがっています。山形道の山形県区間のうち最も仙台寄りの区間です。並行する国道286号笹谷峠がひどい道と書く方の国道であり、それを回避するニーズもありそう。第42位、徳島県。神戸淡路鳴門自動車道、淡路島南インターから鳴門北インターまでの間、24時間交通量は 26,89 台です。神戸淡路鳴門自動車道の徳島県区間で最も大阪神戸寄りの区間です。ちなみに神戸淡路鳴門自動車道を含む瀬戸内海の3高速はネクスコ管轄ではなく JB 本市高速の管轄です。第41位、大分県。東九州自動車道、肘ジャンクションから別府湾サービスエリアスマートインターチェンジの間、24時間交通量は 24,386 台です。肘ジャンクションで東九州道、北九州方面と大分道、福岡、鳥栖方面が合流し、大分方面に向かうため県内最大の交通量となりました。第40位、愛媛県。松山自動車道、宇和島北インターから宇和島朝日インターまでの間、24時間交通量は 25,744 台です。宇和島市近郊の無料区間です。無料区間とはいえ、松山市近郊や東予地方より交通量が多いのは意外でした。第39位、香川県。高松自動車道、坂出ジャンクションから善通寺インターまでの間、24時間交通量は 28,036 台です。坂出ジャンクションで
岡山から瀬戸中央道が合流し、この交通量となりました。しかし意外にも高松方面ではなく川之江ジャンクション方面の方が交通量が多くなっています。第38位、福井県。北陸自動車道福井インターから鯖江インターまでの間、24時間交通量は 29,503 台です。福井市近郊区間です。おもちりはてっきり金沢か関西寄りの区間が多くなると思っていたので、福井市市街地の求心力を思い知りました。第37位、鹿児島県。九州自動車道薩摩吉田インターから鹿児島北インターまでの間、24時間交通量は 29,560 台です。鹿児島市近郊区間です。鹿児島北インターで鹿児島市街地からの流入でこの交通量となりました。九州道は福岡から海老野まで交通量が減少し、鹿児島市手前で少し回復します。第36位、岩手県。東北自動車道花巻インターから志和インターまでの間、24時間交通量は 32,50 台です。盛岡市近郊区間です。花巻インター南の花巻ジャンクションから釜石道の流入があり、この交通量となりました。ちなみにこの区間は新東名と並んで日本初の制限時速120キロとなった区間です。第35位、鳥取県。山陰自動車道日野川東インターから米子南インターまでの間、24時間交通量は 38,37 台です。米子市近郊で無料区間です。日野川東インター付近の米子ジャンクションで米子道岡山方面からの流入があり、この交通量となりました。第34位、和歌山県。阪和自動車道阪南インターから和歌山北インターまでの間、24時間交通量は 33,584 台です。阪和道の和歌山県区間で最も大阪寄りで交通量が多くなっています。和歌山ジャンクション開通前のデータなので、開通後どうなるか期待です。和歌山ジャンクションはすごい構造してるので、ぜひチェックしてみてください。第33位、長崎県。長崎バイパス間瀬インターから川平インターまでの間、24時間交通量は 34,091 台です。長崎市近郊区間です。川平インターで長崎バイパスに川平有料道路が合流し、この交通量となりました。てっきり長崎多良見から諫早の区間だと思っていたので意外です。第32位、富山県。北陸自動車道金沢森本インターから小矢部インターまでの間、24時間交通量は 34,592 台です。北陸道富山県内区間のうち最も金沢寄りの区間です。富山市付近の区間より交通量が多いのは正直驚きでした。森本インターで金沢市街地からの流入があるのも一因です。第31位、石川県。北陸自動車道三河インターから徳光パーキングエリアスマートインターチェンジの間、24時間交通量は 35,587 台です。金沢市近郊区間です。金沢西白山で車の流入があり、徳光三河間で最も交通量が多くなっています。第30位、山口県。関門自動車道下関インターから門司港インターまでの間、24時間交通量は 35,676 台です。山口県と福岡県にまたがる関門橋の区間です。関門道山口県内区間で最も福岡寄りです。関門道は実質的に山陽道と一体化しており、違いを意識することは少ないです。第29位、熊本県。九州自動車道美山柳川インターから南関インターまでの間、24時間交通量は 43,098 台です。九州道熊本県内区間で最も福岡寄りの区間です。九州道はきれいに福岡から離れていくにつれ交通量が減少していく傾向があります。第28位、新潟県。北陸自動車道巻方東インターから黒崎パーキングエリアスマートインターチェンジの間、24時間交通量は
43,498 台です。新潟市近郊区間で黒崎パーキングエリアスマートインターチェンジ北の新潟西インターから新潟市中心部の需要を拾いつつ郊外へ向かうこの区間が県内で最も交通量が多くなっています。第27位宮城県東北自動車道村田ジャンクションから仙台南インターチェンジの間、24時間交通量は 46,214 台です。仙台市近郊区間で仙台南インターで仙台南部道路、村田ジャンクションで山形道が合流し仙山間の最短経路となるためこの交通量となりました。第26位福島県東北自動車道本宮インターから二本松インターまでの間、24時間交通量は 46,672 台です。郡山市近郊区間で本宮インター南の郡山ジャンクションで磐越道からの流入があり、この区間が福島市、郡山市の間にあるためこの順位となりました。第25位岡山県山陽自動車道吉備サービスエリアスマートインターチェンジから岡山ジャンクションまでの間、24時間交通量は 47,823 台です。岡山ジャンクションで山陽道に岡山道が合流し、岡山ジャンクションから吉備サービスエリアスマートインターチェンジ方面が岡山インターおよび岡山市街地のためこの交通量となりました。第24位長野県長野自動車道岡谷インターから塩尻インターまでの間、24時間交通量は長野県からなんと5万台を超えて5万688台です。岡谷インター南の岡谷ジャンクションで中央道、東京、名古屋方面から合流し長野道に流入してくるためにこの交通量となりました。第23位山梨県中央自動車道相模湖インターから上野原インターまでの間、24時間交通量は5万768台です。神奈川県と山梨県にまたがっています。中央道の山梨県区間で最も東京寄りでこの交通量となりました。中央道が神奈川県を経由することはあまり知られていません。第22位島根県山陰自動車道矢田インターから松江ジャンクションまでの間、24時間交通量は51,343 台です。無料区間とはいえ島根県が5万台超えとなりました。これは松江ジャンクションで山陰道松江方面と松江だんだん道路から合流したのが大きいです。第21位北海道雑村自動車道刈木インターから牛子インターまでの間、24時間交通量は55,794 台です。刈木インター南の札幌ジャンクションで旭川方面の道央道と室蘭方面の道央道が合流しこの交通量となりました。ちなみにこの区間は均一料金制で札幌新道と並行して走っており、都市高速のような感じです。第20位沖縄県沖縄自動車道西原インターから北中城インターまでの間、24時間交通量は6,038台です。那覇市内から伸びてきた国道330号が西原インターで直接沖縄道と接続するので交通量が多くなっています。にしても沖縄本島だけの交通量で札幌や仙台を上回るのは本当にすごいです。第19位奈良県西名阪自動車道柏原インターから柏インターまでの間、24時間交通量は 61,536 台です。西名阪道の奈良県区間で最も大阪寄りです。交通センサスは都市圏の構造が独立的なのか、それとも他都市に依存的なのか可視化してくれるから面白いです。第18位広島県山陽自動車道志和インターから広島東インターまでの間、24時間交通量は62,022 台です。広島市近郊区間です。交通量に広島都市圏のプライドが垣間見えます。広島東で広島都市高速からの流入もありこの交通量となりました。第17位岐阜県
名神高速道路一宮ジャンクションから岐阜羽島インターチェンジの間、24時間交通量は 65,233 台です。名神高速の岐阜県区間で最も名古屋寄りです。一宮ジャンクションでの東海北陸道からの流入もありそうです。第16位、群馬県東北自動車道羽生インターから館林インターまでの間、24時間交通量は 72,745 台です。東北道の群馬県区間で最も東京寄りです。群馬県イコール関越道のイメージが強いですが、東北道も群馬県の鶴のくちばし部分を走っていることを忘れてはいけません。第15位、栃木県東北自動車道岩船ジャンクションから栃木インターまでの間、24時間交通量は 76,947 台です。岩船ジャンクションで東北道と北関東道が合流し、岩船、栃木の東北道と北関東道の重複区間の交通量が栃木県内で最も多くなっています。第14位、茨城県常磐自動車道柏インターから八原インターまでの間、24時間交通量は 81,283 台です。常磐道の茨城県内区間で最も東京寄りの区間が最も交通量が多くなっています。またここから上流約10キロ下流約5キロまで利根川を渡る橋がないことも一因です。第13位、静岡県東名高速道路大井松田インターから御殿場インターまでの間、24時間交通量は 93,008 台です。静岡県と神奈川県にまたがっています。東名の静岡県区間で最も東京寄りの区間であるため、静岡県で最も多い交通量となりました。第11位、福岡県九州自動車道筑紫野インターから鳥栖ジャンクションまでの間、24時間交通量はなんとここから10万台を超えて 104,146 台です。福岡県、佐賀県にまたがっています。九州の交通の要、鳥栖ジャンクションから地方に大分、熊本、鹿児島、佐賀、長崎と九州全域アクセスできるため、必然的に福岡から鳥栖の間は交通量が多くなっています。同じく11位、佐賀県九州自動車道筑紫野インターから鳥栖ジャンクションまでの間、24時間交通量は 104,146 台です。佐賀県の1位もこの区間です。ちなみに鳥栖ジャンクションの東300m は福岡県です。数百メートルの差で都道府県が変わり、九州の流通の拠点が小郡だったかもと思うと感慨深いです。もちろん九州で一番の交通量を誇る区間です。第10位、埼玉県常磐自動車道三郷料金所スマートインターチェンジから流山インターまでの間、24時間交通量は 106,871 台です。埼玉県、千葉県にまたがっています。東京近郊にあり、また江戸川を越える橋はこの前後5キロにないため、江戸川を越える橋として新三郷、流山大高の森を結ぶ需要が高くなっています。第9位、三重県東名阪自動車道四日市ジャンクションから四日市東インターまでの間、24時間交通量は 108,684 台です。調査時は新名神の四日市から亀山西の間が開通していなかったため、東名阪に伊勢湾岸道の交通量が合流し、この台数となりました。第8位、兵庫県中国自動車道宝塚インターから西宮山口ジャンクションまでの間、24時間交通量は 109,285 台です。神戸市北部へのアクセスに便利な阪神高速7号北神戸線からの交通が西宮山口ジャンクションで中国道から合流するため、この区間で交通量が多くなっています。第6位、千葉県京葉道路篠崎インターから京葉市川インターまでの間、24時間交通量は 114,485 台です。京葉ジャンクション開通前のデータのため、
篠崎インターから京葉市川インターのデータとなっています。東京方面から来た際、篠崎は京葉道路に国道14号から直接入れるインターのため交通量が多くなっています。同じく第6位、東京都、京葉道路篠崎インターから京葉市川インターまでの間、24時間交通量は114,485台です。東京もこの区間が一番多くなっています。意外にも中央や東名、関越や外環ではなく京葉道路が一番交通量が多くなっています。おもちりも結構びっくりしました。第5位、京都府、名神高速道路大山崎ジャンクション及びインターから高槻ジャンクションまでの間、24時間交通量は116,446台です。京都府と大阪府にまたがっています。大山崎ジャンクションで名神、京都縦貫道、京滋バイパスが合流、高槻ジャンクションで名神と新名神が合流するため交通量が集中し、このような結果となりました。第4位、愛知県、東名高速道路岡崎インターから豊田ジャンクションまでの間、24時間交通量は119,167台です。豊田東ジャンクションで新東名に逃げる代替路がありますが、調査時は豊田東から浜松稲佐が未開通で、東名と伊勢湾岸道の交通量が豊田から岡崎に集中したため、この交通量となりました。第3位、滋賀県、名神高速道路草津ジャンクションから瀬田東インターまでの間、24時間交通量は122,362台です。草津ジャンクションで名神、新名神が合流し、瀬田東インターで名神、京滋バイパスが合流します。名阪国道以外で東海、京阪神の行き来をするにはここを通る必要があり、交通量が多くなっています。第2位、大阪府、名神高速道路茨城インターから吹田ジャンクションまでの間、24時間交通量は127,486台です。高速のルート的に名神、中国道、近畿道方面から京都方面に向かう場合、一箇所に交通が集まるので、このような交通量となりました。もちろん西日本一です。第1位、神奈川県、東名高速道路厚木インターから海老名ジャンクションまでの間、24時間交通量は145,623台です。東名、新東名、圏央道の交通量が一箇所に集まる上に、並行する代替路がなく、名古屋、大阪方面に行くには必ずこの区間を通る必要があり、この順位となりました。いかがだったでしょうか。ちなみにおもちりは保育園の頃から高速の緑缶を取るのが好きです。中学生の頃、高速の緑缶を載せるサイトを運営していたこともありました。せっかく集めた高速道路の交通センサスデータ、これを使って他のランキングも載せていくので、楽しみにしていてください。